エロミー、ニール・バーニッツは元メジャーリーグベースボールの外野手で、ある。2007年に引退した。1990年6月13日に、ニューヨーク・メッツと契約し、プロ入り。1993年6月21日に、メジャーデビューを果たす。1994年12月6日に、ポール・バードタ3選手とのトレードで、ジョー・ロアと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍。 1996年8月31日に、ケビン・サイツァーとのトレードで、ミルウォーキー・ブリワーズへ移籍。2002年1月21日に、レニー・ハリス及びグレンドン・ラッシュ、アレックス・オッチャーとのトレードで、他3選手と共に金銭付けで、フルス・メッツへ移籍。2003年7月14日に、ビクトル・ディアス及びホセロ、ディアス、コール・ストレイ・ホルムとのトレードで、金銭付きで、 ロサンゼルスドジャースへ移籍。同年10月26日に FA となる。2004年1月9日にコロラドロッキーズへ FA 移籍。同年10月28日に FA となる。2005年2月2日に、それまでチームの看板選手であったサミー・ソーサの後釜の生右翼手、また、手法のアラミス・ラミレス・デレクリーの用語役として1年契約で、 シカゴカブスへ移籍。同年シーズンは、開幕から、操作の後釜の右翼手としてプレーし、24本塁が、87打点をマーク。2006年1月4日に、ピッツバーグパイレーツへ移籍。同年シーズンは、今までの実績や本拠地の PNC パークが、比較的左打者に、本塁打の出やすい形状になっていることから、 若き手法ジェイソンベイの用語役として期待された。しかし、打率230.16本塁が49打点と期待を裏切る形となってしまった。2007年3月11日に現役引退を表明し、14年間に及んだプロ野球選手生活に自ら幕を下ろした。40本塁打の経験こそないものの35本塁打以上を二度。 100打点以上を4度記録した実績がある。守備面では守備範囲が広く強権ありがとうございます。